はい、えー、皆さんこんにちはレック専任講師の滝と申します、えー、今日はですね滝、えー、さんの第4原シリーズの第4弾、えー、まあ、今年の試験向きとしては最終回になりますけどね、えー、テーマは労働条件の不利益変更ね、えー、これをテーマにお話したいと思いますよろしくお願いいたしますで、この労働条件の不利益変更なんですけどね今ですね皆さんご承知のようにまああの働き方改革と いうことでですねこのテーマもね改めて脚光浴びていいるというのが現状でありますでなんでねこの働き方改革となるとこの労働条件の不利益変更が出てくるかというんで大体まあ皆さんイメージはね湧くと思うんですけれどもまあこんなところだと思いますね。まあ、今回ね働き方改革と言っておりますけれどもまあその中にはねいろんなまあ えーまあ、テーマですね格論的ななテーマといいうものが盛り込まれているわけなんですねその中の、まあ、非常に重要なテーマの一つとして非正規労働者あーパート等のね、えー、非正規労働者の待遇改善と、ねえー、まあまでのね、えー、処遇はあ正社員と比べますとね、えー、不均衡であるということでですね、えー、これはまあ見直さなきゃいかんという流れになっているんですね。 そうなりますと当然のことながらですね各企業におきまして人事制度とりわけまあ手当等のね賃金制度ねこういったものの改革が不可避とななるわけなんですねそれでこれはですね基本的にね非正規労働者の、ね、待遇処遇の改善というのがですね基本的な、ね、目的になると。そうなると当然ですね その分ねその場合にねむろん会社がですねそれをまあ、ね、いろんな、ね、業務のやり方を見直す等で労働生産性の向上、ね、本来は、ね、労働生産性の向上この働き方改革という、ねまあ、大きなテーマに向けてですね 労働生産性の向上これをもうワンセットでやるというのが当然必要なんですけれどもとはいってもねそう簡単にね労働生産性の向上がですねそのまあ人件費のねアップ分に見合ってすんなりできるかというとなかなかそうではないと。こうなってくるとまあある程度しょうがないやということでね一部正社員には泣いてもらうといいますか、ね、そうなるとね。 非正規労働者は処遇向上するんですけれども、まあ、正社員については、ねまあ、部分的にではあるんですけれどもやはり一部ね不利益変更になるということがですね、まあ、当たり前のごとく、ね、これから出てくると思うんですよね。なのでこの、ね、今不利益変更というものがですね大きな、ね、テーマになっているということなんですね、はい、じゃあこのね。 一言で労働条件の不利益変更というんですけどねこれはまあ大きくパターン類型としてはですね3つですねどういった、ねえー、まあ方向でいくかというんでねこの3つ不利益変更の類型ということでですねまあ1つ目がね個別の、ね、労働者と使用者との間の個別の合意まあ普通によくやれますのはね、えー、まあ同意書書面で一筆ね不利益変更にまあ同意しますと。 いいいうううのは、ね、この ① 番のをととこ番個別合意ににも、ね、不利益変更という類型になりえす次に2つ目がね、えー、まあこれがなかなかね一番ハードルが高いというか難しいんですけれども就業規則を改定することによってですね、えー、まあ不利益変更をねやっていくというわけですけどねこれはまああとでお話しますけどそう簡単にはねいかないというところですよね。 次に3番目これは無論ね大前提としてその職場事業上にね労働組合が組織されているという場合に出てくるんですけどねそのような場合には、まあ、組合と交渉して労働協約のね、まあ、見直しの中で分、まあ、的に不利益変更をね、まあ、かけていくと、まあ、そんなやり方がですね考えられるわけであります。それではこれからですねこの3つについてですね 一つ一つですねポイントというか問題点ですねこれを見ていくことにいたします。まずですね一つ目ですね個別合意ね個々の労働者とですね使用者と会社との間で、ね、合意による不利益変更なんですけれどもこれはまずねあの建前のね原理原則建て前からいけばもちろんねその合意の内容がね 法令違反あるいは就業規則違反これは論外ですけどね、えー、そのようなね、えー、法令あるいは就業規則に反しない限りね原理原則から行けばね合意による不利益変更は可能ですよねなぜならばそもそも労働契約というのはですね,、えー、ね労使間の合意によってね、えー、これは契約ですよね契約だから労使間の合意それを尊重するという大前提があるわけですねしたがってね その契約の内容のね変更につきましてもね労使が合意すれば原則はそれは認めていいということなんですね。でその辺りはまあ労働契約法でいきますとね8条と次の9条ですよね。まあこの辺読みもねそのようなことは、ね、条文にも書いてあるということなんですね。じゃあね合意があれば簡単にね不利益変更できるのであまりねこれはね合意があれば。 ああもうそれで終わりかというと実際はそうじゃないんですね。なぜならば労使間の非対等性と言ってますけどね、えー、いろんな労使の間にはですね、えー、ものもののまあ最近は主に、ね、情報の格差ということがね言われてるんですけどね、えー、労使が自主的に言いますとね対等ではないというわけなんですよ。従ってねやはりですねこの合意の問題を考える際においてもですね そう簡単にね合意というものを安易に認定しちゃいけないと言われてるんですよでとりわけですねその労働条件の中でもね賃金とか退職金ですねこのあたりの労働条件についてですね安易に労働者の同意ありますねなんて形でね認定するこれは良くないとされてるんですねでまあこれに関してはですね非常に著名なですね 3年前に出ました最高裁判所の、ね、判決がありますんでねこのまあ判例をですねもとに、ね、もう少し具体的に見てまいりたいと思います。参考判例ということでですねこれまあ過去一度は出てますけどね出てるんですけれどもあのこの肝心な部分といいますかですねこのね合意の解釈の部分についてはまだ直接的にはです、ね、出ておりませんのでね今年もこの判例は 要注意であうということなんですね。山梨県民信用組合事件。まあどんな事件かと言いますと、これはですね、信用組合がですね、あの合併をしたとおいうわけですね。それでまあ合併前のね、その退職金の規定とまあ合併後の規定でね、で結局まあかなり内容がですね、まあ一部の労働者にとってはね。 不利益に変更されるような内容だったんですよねなのでこれはねそのまあ親近の方でですね同意書をね取ってですねそれでまあなんとかねクリアしようとしたんですけれどもっていうね、まあ、事件なんですね。それでまあこの判例はですね先ほどもちょっと言いましたようにねまず前提としてやはりあの賃金だとか退職金に関するですね 不利益変更に対する同意の有無についてはえ特にやはりね慎重にね判断すべきだというねことを言いましてその後がね具体的なねこの肝心要の部分のね反死になります当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく で労働者の行為というのはね本件だとまあ同意書を、ねえー、取ったと、えー、サインしているだろうとういうわけですよね、えー、そのね有無、えー、だけで、えー、判断しちゃいけませんと言っているわけですよ当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度労働者により当該行為がされに至った経緯及びその対応当該行為に先立つ労働者への情報提供または説明の内容等に照らしてね 当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべきであると言ってるわけですよね。ですから単にね同意書を取り付ければ安心できるなんていうね甘いもんじゃないよと会社はね賃金退職金に関する不利益変更をね、えー、まあやらざるを得ないと。 言う前当然出てくるんだけどね、えー、その場合にはね単に同意書を取って満足したんじゃねこれは危ないですよということなんですよね、えー、特にまあこの辺はね労働者への情報提供ね、えー、このあたりね労働者への情報提供または説明の内容とかねまあこのあたりのところがね、えー、実際まあ裁判なんかになるとね大きなポイントになるということなんですね、えー、要ょうかね、えー、という形でね えー、合意があったとしても安心できない特に賃金退職金に関してはね、えー、万が一裁判があったりするとね結構会社はきついとういうことになります。それでは次にですね、えー、2つ目ですね今度は就業規則にによる不利益変更に参りたいと思いますまあこれについてもね、えー、皆さん、まあ、労働契約法でね、えー、既に勉強した えとこうなんでしょうけどねまず大前提としてね就業規則っていうのはそもそもね使用者会社がねね単独でで作成すするルールですよ、ねえーよ契約じゃないですよねなので、ねえー、当然のことながらね、えー、まあ労使の合意ではありませんのでね、えー、就業規則の変更による労働条件の不利益変更というのはですね原則的にはね、えー、労働者を拘束できないというわけなんですね。 これはまあ条文でいきますとね労働契約法の九条本文ねその趣旨が、ねえー、書いてあります。じゃあこの原則、ね、例外が、ねえー、ないかというと無論そうとそではありません、えー、とは言ってもね労働者の雇用を保障しつつね経営環境の変化に企業が対応していくためにはですねこれはやはりね現実問題としてね一定の例外を認めざるを得ないんですね。 で日本においてはですねこうね労働者の雇用を保障しつつとありますけどね、えー、これは要は解我が国においてはね、えー、一言で言えば解雇は不自由であるというのがね、えー、法律上の、まあ、基本的な、ねえー、ルールなんだよね。なので、ねえー、会社としてはですね、えーまあ、ちょっと経営環境がねいろんなあ、ね、原因で悪化したとでも会社潰すわけにはいかないと。 いう場合にですね人事のところではどうするかというとこの不利益変更ね,ね就業規則による不利益変更をかけていくかあるいはまあ案件によってはね人事異動とかをねうまく使ってそこをね解雇せずに乗り切っていくということがね労務官場は求められるわけなんですよね、はい、ただねこれは無論ですねね例外ね原則はね、えー 不利益変更一方的な不利益変更ができなくてその例外でありますからねそれなりの要件ハードルが必要となるわけですね。でこれについてはですね、えー、具体的にはまあね、えー、労働契約法の、ねえー、10条の方にね、えー、例外が書いてあるんですね。まあ、あ9条たし書きというのはね、えー、10条に例が,ね、えー、が例外ですよということをね、えー、ちょっとまあ,あ一言言ってで具体的にね 周知だとか合理性についてはこの10条にねこのね、えー、就業規則の、ね、労働者への周知とあとはですね、えー、一定のまあ合理性ですよね、えー、その両者が、ね、クリアできた場合に初めて、えー、不利益変更がですね、えー、労働者を拘束するということになるわけですね。えー、じゃあこのね、えー、合理性の、ねえー、中身について少しですね 確認してまあ、いたいと思います。合理性の判断要素につきましてはですね、労働契約法上ね、労働契約法十条の本文にですね規定があります。これはまあね、平成ね四年ですかね、大手銀行事件というですね、それなりに著名のですね裁判ね判決がありましたんでね、それを踏まえてですね、まあこの合理性の判断のね。 要素ですね。大手銀行事件は平成9年でしたね。平成9年のね2月28日のね大手銀行事件というのがあって、これでねこの合理性の判断要素がねかなりまあ具体的にね、えー、まあ示されたんですね。でそれをまあ少し簡略化したのがこのね老基法10条のね内容になるわけであります。まずこの丸1と丸2はね1セットで取材いてくださいね。 まずロー丸一の方は労働,者が、ね、労働者が受ける不利益変更っていってもねそのダメージの程度はまちまちなんでねその個々の案件についてね労働者のの受ける不利益の程度はいくばっかということですねでこの辺のところへ、まあさっきもありましたようにね賃金退職金のような労働条件についてはこの不利益の程度というところではね結構重視されるということになりますね。 次に他方でですね一とンセットのね今度は会社側ね会社のまあ経営という観点から見てね労働条件を不利益に変更することのまあ必要性がねどの程度かということがですね2番目に、ね、吟味されるとういうことになります。続きまして三番でですね 変更後のね、就業規則の相当性と、ね、その、まあ、変更のね、内容ですよね。それの相当性ということなんですけどね。えー、まあ、この中にはですね、例えば、代償措置や経過措置が含まれるとあります。代償措置というのは、よろしいでしょうかね。えー、つまりですね、就業規則をね、えー、部分的に見ると、確かに不利益変更なんだけれども。 それとワンセットでね別に他のところでね代償措置ということでその不利益変更をね和らげるために配慮はしてるんだというようなのはこの代償措置というものになりますね。え次にもう一個ですね経過措置というのがありましてねこれは例えばですねあるね特定の手当をですね廃止するという、ね、経営判断を取ったというような場合ね一気にですねその手当をね えー、もう何年の何月からね、えー、今まで出てたものをゼロにするとなると、ね、急にゼロにしたら、ねえー、従業員のダメージがちょっと大きいじゃないかということでねそういったようなも例えば3段階でね、えー、3分の1ずつね3年かけて減らしてね、えー、買ってしていくとかまあそういったのがねここでいう経過措置ですねですからまあこの辺のところで要は従業員にねダメージを緩和するために会社としては配慮してますよと。 いいいいいううこことととととを、ね、ちゃんん示さなななけでですすねね次につ目労働組合等との交渉の状況というんで、えー、これはまあ言い換えるとね、えー、この不利益変更をかけていく就業規則を改定することによって、えー、不利益変更をね、えー、やっていく際のプロセスですよね。えー、これが問われるわけであります。 でまあ、ここではね、えー、一つ重要なまあ論点というかポイントがありましてね多数派のそのね、えー、事業上においてですね、えーまあ、従業員の多数を組織というような組合があればという話だけどねそのような場合にはその多数派組合の意向を尊重するだから、まあ、会社としてはね多数派の組合と交渉して、えーまあ、そのね、えー、同意を取り付ければいいんじゃないかというのがね、えーまあ、原則的な考え方なんだけれども まあこれもね、ちょっと注意が必要でありましてね例外といたしましてですね多数派組合が不利益を受ける労働者の意見をね吸い上げることが困難な場合と言うんでねまあこれはですね判例としてはですねみちのく銀行事件というね裁判がありましてそれがまさにそうなんですよね。 同意は取り付けたんですけれども実際にねその賃金制度の改定によって不利益を受けるのは比較的まあ高齢の方がね不利益を受けるんですよ。でその高齢の方はほとんどがこの多数派組合にね加入してない別の組合にね組合入っていったとしても別の組合に入っていたと,というような案件なんですよ。そそううそうううい場合合はですよねねだって利害関係にこののの多数派組合の中に、ねその 不利益変更によって、えーね、ダメージを被る、ね、その利害関係を持っている人がほとんど入ってないというような場合だとね多数派組合がその不利益を受ける労働者の意向をね当然に吸い上げてないと、ね、は難しいというわけなんですね。そういうことで、まあ、この辺のところはねこの過去の判例もありますんでね注意が必要だということになります。よろししいでしょうか それではではすね次にですね、まあ、不変更の合意とありましてですねこれはあの労働契約法の10条のた正し書きを読みますとね労働契約によってですね労使がね就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していたというような場合にはね原則的に、ね、その合意が優先するとそういう趣旨の規定があるんですよね。 で、その結果ね、どうなるかというと、この不変更合意があればね、合意がね、優先いたしますので。就業規則が仮に変更されてもね、その労働条件は変更されないということになります。で、無論ね、この十条但し書きのところには、一個例外くっついておりまして。これは労働契約法十二条に該当する場合。で、労働契約法十二条っていうのはですね。 労使官のね合意の内容がですね就業規則のね基準を下回る場合にはねそれはその合意をしてもね無意味であると就業規則の基準によるというような趣旨のね条文なんですねこれはわかりますよね。だってそうじゃないですかね就業規則よりもね上回る内容の合意であればね法的には問題ないんですけどね就業規則よりもその労使の合意の内容がね 下回る労働契約の方がね水準が低いこれはね就業規則の趣旨から言って認められないということになりますはいまあ以上がですねこの二つ目のですね就業規則の不利益変更に関するお話でありますそれではね三つ目ですねもう一個ありますね労働協約による不利益変更これについてですね見ていくことにいたします まず大前提労働組合法でね皆さんやられたと思いますけれども労働協約というのはですねしたがってですねこれは、ね、当然尊重されなきゃいけないねで労使が、ね、団体交渉によって、ね、妥協したと、ね、労使が話し合いをしてその妥協点を文書化したというわけなんですね。 したがってその中にね、まあ、一部労働組合の組合員の労働条件に関してね不利益に変更するという内容が含まれていたとしてもねこれは労使がね断行してそれで、まあ、最終的にね妥協点を見いだしたというわけなんでねそのプロセスにおいて一面ね交渉でありますから労働側は労働側でね え譲るとね従来よりもね不利益になるというものがあったとしてもこれは他のの権利を勝ち取るというのと取りね引き換えに一定のね労働条件に関して不利益変更を譲るということはあっても当然不思議じゃないわけなんですよ。なのでねえまあ労使がねえちゃんと合意したというならばその中にね一部労働条件の不利益変更が含まれたとしてもね これは原則的にはですね、労使がね、えー、合意したわけなので、えー、拘束力があるんですよ。組合員はね、俺は嫌だと思っても、それに拘束されるのが原則です。でも、まあ、実際はね、えー、まあ、労働組合ってもね、えー、まあ、かなり問題なある労働組合もいっぱいあるんですね。なので、えー、ここにありますようにね、一部の組合員にね、ことさら不利益を与えることを目的とするだとかですね。まあ、言ってみればね。 労働組合の本来の目的を逸脱して、ねえー、その労働協約は締結されてるんじゃないかと、ねえー、見られるような場合には、えー、不利益変更はね、えー、拘束力を持たないということはね、えー、考えられるというわけなんですね。でえー、これに関してはです、ねえー、一つ、まあ、最高裁判判所のです、ねえー、判例がありますでまあこの判例一度出てますね。 平成28年3年前のですね労働一般のね択一式でね出ている判例なんですけどね「朝日会場火災海上事件」というんでまあ朝日海上火災海上事件ではねもう一個あるんですね一応区分するために「石堂事件」という言い方をしてますけどね平成9年に出た判決であります。まあこれ 途中から来てるんでね、えー、同協約っていうのはんとなくしっくりこないか分かりませんけどね、えーまあ、その労働協約が締結されるに至った、ね、以上の、ねえー、経緯まあこれは判決文にね、えー、前の方に経緯が書いたんですよ。当時の非上国会社の経営状態同協約に定めれた基準の全体としての合理性に照らせばその後ですね同協約が特定のまたは 一部の組合員をことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとは言えずですからこの案件はね、えー、そういう、ね、例外的に拘束力がないよというものには該当しないと言ってるわけですよ。したがって結論的にはね その労働協約のいわゆる規範的効力を組合員のね労働条件を規律するというね労働協約の規範的効力を否定すべき理由ではないということなんですね。だからまあこれはねえ裏返せばね特定のまたは一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど。 労働組合の目的を逸脱して締結された場合には規範的効力が否定されるということをね当然ね言っているということであります要請書がねはいじゃそれではね今日やったところの最後にねまとめ復習をしたいと思いますまず最初はね労使の個別合意の場合ですね。 労使の個別合意があればですね当然のことながら不利益変更もね原則はできるんですけれどもとりわけですね賃金だとか退職金に関するね労働者の同意についてはこれは慎重に判断されるということでですね、えーまあえー、先ほどのですね山梨県民信用組合事件の判決はですね非常に、ね、重要であります。次に2つ目ですね 就業規則による労働条件の不利益変更でありますけどねえね、ー、これはまあ条文からも明らかなようにですね変更後の就業規則の周知と変更のですね物々、えー、の,の,の要素を勘案した上でね変更の合理性ですね、えー、この2つがですね、えー、クリア、ねえー、されないとですね、えー、就業規則の不利益変更は拘束力を持たないということになります。 次にですね3つ目といたしまして労働協約による不利益変更でありますけどねこちらはですね原則的にはですねまあ、労働協約もですね労使間のね、えー、合意でありますんでね組合員を不利益変更をね内容的に踏まえたとしてもそれはね断交をやって妥協した結果なんでね組合員は拘束されるこれが原則でありますしかしながらですね労働組合の目的を 逸脱して、えー、締結されたというふうにね、えー、まあ考えないような場合は、これは例外的にね、えー、基壇的効力が及ばないということでね、えー、拘束力がないということになります。よろしいでしょうか。はい。じゃあこのね、えー、前今回四回目ですけどね、今年の本試験向けの。 おね私の第四言は今回でですね終了とさせていただきます。まあ皆さんですね今後もですねまだね時間ありますのでね最後の最後までね体調には留意しつつですね本試験合格を目指してですね頑張っていただきたいと思います。はいえそれではですねこれをもちましてですね滝さんの第四言第四弾の労働条件の 不利益変更の講義を終わりとさせていただきますお疲れ様でした